直列三気筒とは、レシプロエンジン等のシリンダー配列の形式の一つ。シリンダーが三つ直列に並んでいる。略して直三とも記載することもある。オートバイでは横置きの場合に並列三気筒と呼ばれることもある。1970年代以降、小型エンジンのレイアウトとして普及している。 世界的にはもっぱら排気量 600cc 以上 1500cc 以下までの小型車用小排気量エンジンに用いられる。日本においては軽自動車を中心に採用例が多く直列4気筒の三菱パジェロミニが2013年1月をもって絶版となって以後生産されている軽自動車はすべて直列3気筒である。近年は燃費、 燃焼効率を重視する考え方から、三気筒のデメリットを克服して幅広い車種に乗せる動きが広がっており、従来乗用車の主流であった直列四気筒の領域に大きく割って入ってきている。古典的な事例やトラクター用などを別とすれば、第二次世界大戦後で最も排気量が大きい磁気三エンジンは、 自動車用ではアルファロメオが1984年に33に搭載した1.8リットルのディーゼルエンジン。オートバイ用ではトライアンフが、クルーザー、ロケット3シリーズに2007年から搭載している2.3リットルのガソリンエンジンである。同一層排気量の直列4気筒エンジンと比較すると、1気筒あたりの排気量が大きく、冷却、摩擦損失等が小さいため高トルク、 低燃費が得られる。燃焼の間隔が大きく排気干渉が起きないため、複雑な液ーストマニホールドが不要で排気回りが簡易化でき、低コスト、軽量を実現しやすい。1500cc 以下の小排気量の四輪車では、損失と振動、出力特性のバランスが取りやすい3気筒エンジンはベストとされる。直列4気筒以上とは異なる振動特性や、 爆発回数が少ないための騒音やトルク変動、振動の大きさが問題となる。そのため質感が低くなりがちで、従来は中高価格帯向きではないとされてきた。直列二気筒エンジンとの比較では逆に、トルク変動が小さく低振動、低騒音という長所を持つが、一気筒あたりの排気量が小さく、冷却、機械損失が大きくなりトルクや燃費が劣る傾向にある。 ほとんどの直列3気筒エンジンのクランクピンは回転バランスが取れる120度間隔で配置されている。これにより1次振動だけでなく直列4気筒では打ち消せない2次振動も完全に釣り合う。しかし完全バランスの直列6気筒エンジンとは異なり対象の位置で同方向に動くピストンがないため両端のシリンダー内を上下する往復運動計が エンジンをすりこぎ運動のように揺らすことになる。この風力振動を抑制するため、バランスシャフトを逆位相で回転させることがあるが、その駆動には出力の一部を当てることになる。直列4気筒エンジン車と比べて、マフラーの振動も目立つ。イタリアのラベル打者の一部エンジンでは、クランクピン位置が120度間隔でないものがある。これらのエンジンでは、 外側のピストンが360度クランクの直列に、気筒エンジンのように共に上下し、中央の1気筒のクランクピンは外側に対し180度の位置にある。このエンジンでは、まず1番気筒が点火し、さらに180度回転後に2番気筒が点火、再び180度回転後に3番気筒が点火する。残り360度回転する間は、 燃焼工程のシリンダーが存在しないため、動力の供給がない。オートバイ用では、イギリスのトライアンフが多くの直列3気筒搭載車を、ラインアップしている。また BMW が K75 シリーズに搭載し、約10年間生産したが、後継車は生産されなかった。日本メーカーの直列3気筒としては、2ストロークエンジンを鈴木と川崎重工業が、 また4ストロークエンジンをヤマハがそれぞれ生産していた。2013からはヤマハ MT-09 に4ストローク直列3気筒が採用されている。2ストロークエンジンの場合には直列3気筒は中央シリンダーの排熱及びシリンダー内の9排気ポート配置の面で課題が大きく、ホンダは V 型3気筒、鈴木川崎ヤマハの3社は スクエア4気筒にそれぞれ移行していった経緯がある。もともとは19世紀末期、ガソリンエンジンが発明されて間もない時期に2気筒以上の多気筒化思考の過程で生まれたレイアウトの一つである。20世紀初頭のガソリン自動車黎明期には最初期のロールスロイスやリーフランシスなどのメーカーで少数の採用例があったが、 4ストロークエンジン用の直列レイアウトとしては、振動面での問題が多く、振動問題の少ない4気筒とより簡易な2気筒との間で、早くに廃れた。2ストロークエンジンの場合は、クランク位相と一致した完全等間隔点化が可能で、直列3気筒は、少なめの気筒数に比して、スムースな回転が得られる、振動面での問題が生じにくいレイアウトという、長所がある。 第二次世界大戦直後には2ストロークエンジン技術で世界をリードしていた西ドイツの DKW が4ストローク6気筒に敷権するスムースさを権限し乗用車エンジンに採用した。当時の DKW には3イコール6という名称の3気筒エンジン車も存在していたほどであった。DKW を反として東ドイツでの同一素形の派生型であるバルトブルク スウェーデンのサーブも 900cc クラスの小型乗用車に採用。日本でも DKW に習って、鈴木自動車工業の LC10 型エンジンなど、乗用車用エンジンや、三菱重工業のコルト800に採用された例が、あるが、ほとんどが1960年代後期以降の2、ストロークエンジンそのものに対する排気ガス規制強化で、廃れた。 三気筒二ストローク車として遅くまで存続したのは二ストローク車への需要があった。鈴木軽自動車のごく一部と排気ガス規制のない計画経済体制の東ドイツで技術革新の恩恵や市場競争の影響を受けなかったバルトブルクであったが、前車は大体四ストロークエンジンの出現により、後車は設計・排ガス対策の急閉化を放置させていた。 国家体制自体の終焉によって消えている。4ストロークエンジンでは、用途上、振動問題を相当に度外視できる、農業用トラクターなどの動力として、エンジンのモジュラー化などの検知から3、気筒ガソリンエンジンディーゼルエンジンが用いられる事例があったものの、一般の自動車用としては長く廃れていた。乗用車用エンジンとしての一般へのリバイバルは、1976年に、 ダイハツ工業が同社の小型乗用車、シャレード用としてバランスシャフトを装備した 1000cc のサイチェシーエンジンを開発し実用水準に到達させてからである。ダイハツはシャレード用にガソリンエンジンの設計をベースにした 1000cc さん、気筒ディーゼルエンジンも開発し、市販した。その後、1978年に鈴木が 軽自動車用 550cc エンジンとして、バランサーを持たない低コストな直列3気筒4ストロークエンジンを開発、市販開始した。この程度の消費器量であれば、より大きなクラスの自動車に比べて4ストローク3、気筒の欠点である振動が問題になりにくく、バランスシャフトを省いても、従前の軽自動車の主流レイアウトである直列に、 気筒4ストロークエンジンよりはまだスムース、かつ簡略であると判断されたからである。以後、既存の2気筒エンジンに1気筒を追加、もしくは既存の4気筒エンジンから1気筒を減らすという低コスト開発手法で、廉価型の小型車用エンジンとして、市場投入する手法が1980年代に、浄土化、日本の軽自動車や 1000cc-1200cc 級小型車、 ヨーロッパ製小型車の 700cc-1000cc 級再連貨グレードのエンジンとして用いられるようになった。これ以後、三菱 3G83 型エンジンのようなバランサー付け系自動車用直列3気筒もなかったわけではないが、連貨車向けエンジンという割り切りからコストダウンとバランスシャフトを駆動する出力ロス低減のためにバランサーの装備自体は廃れ、 直列3気筒見直しのきっかけを作ったダイハツや三菱自動車工業、鈴木などもバランサーレースの3気筒線 c c エンジンを作るようになっている。日産 HR12 型エンジンもバランサーレースの直列3気筒ではあるが、クランクシャフト両端の延長上に設けたアンバランスマスにより、空力振動を低減している。前述のコストダウン目的に加え、エンジンマウントの改良や、 エンジン自体の振動抑制努力がバランサーレス4ストローク3気筒普及の背景にあると言える。2010年代以降は直列3気筒に自動アイドリングストップ機構を与えて停車時にエンジン自体を止めてしまうことや本来ディーゼルエンジン搭載車用に開発されたペンデュラム式のエンジンマウントを用いてアイドリング時にエンジンの不快な振動を目立たなくすることで 低回転でのアイドリング中における不正振動問題をほぼ根本解消する手法が急速に広まりつつあり、小排気量車での直列3気筒採用をさらに拡大させるとともに、排気量も 1500cc 程度までに拡大してきている。また昨今は直噴やデュアルインジェクター等の採用により、ノッキング問題が緩和されたこともあり、熱効率の面で不利となる。 自然吸気の直列4気筒を下吸気付きの直列3気筒に置き換える事例、または排気量はそのままに自然吸気の直列4気筒を直噴デュアルインジェクター化して自然吸気の直列3気筒に置き換える事例も増えている。その延長上で BMW i8 やトヨタグレーン、ヤリスのように従来であれば考えられないような車格やスペックの 自動車が三気筒を採用することはもはや珍しいことではなくなっている。ありがとうございます。